それだけで眼圧下がっちゃうんですね。そう。これは誰でもできますよね。みんなで生きよう100年チャンネル、梶原です。高本です。よろしくお願いします。皆さん、はい、眼圧下がってますか？いや、なんか急ですね先生。眼圧わかんないですよ。眼圧下がってますか？測ってないです、測ってないです、そんな。いや皆さん、測ってないですよね。緑内障の話はね、ちょっとシビアな話が多いんですけど、はい、でね、眼圧っていうの気にしなきゃいけないんです。もう今日は緑内障の話なんですね。そう、あんまね、やっと分かった。暗くならないように話そうかなと思って、あ、なるほど、ちょっとボケてみました。はい、分かりづらいわ。まあ、眼圧ね、下げるために皆さん目薬してると思うんですよ。あ、でね、聞きますね、まあ、目薬で、まあ、基本的に目薬で治療して、ダメな場合は例えば飲み薬飲むとかレーザーやるとか手術やるとかって、うんうん、まあ、その次のステップへ進んでいくわけですけどね。最初の最初が目薬ってことですね。そうですね、普通そうです。一生懸命そのすごく真面目にね、毎日毎日決まった時間に目薬をつけてくれると、例えばその目薬もね、2種類3種類になってくると結構大変なんですよ、うんうんうん、でそれやっても下がらない人もいればですね、やれば下がるのにやっていなかったために、あるいはやっていたんだけどちょっとしたことで目薬の効きが悪かったりしてね、ちょっとしたこと、うん、で期待通り下がらないっていう人も中にはいるんですよ、はい、まずね、目薬するときに、これ一般的な注意なんですけどね、はい、基本はやっぱり目薬はね、少しまつげに触れないように高い位置からやってくださいねとか、下のまぶた下げてその下のまぶたの内側に入れてくださいとかっていうのは、まあ入れ方なんですけど、はい、入った後ですけど、ほとんどの目薬はね、目に染み込んでほしい目薬なんですよ。はい、わかりますか、はいはい、要するにね、目の表面を覆って保護する目薬もありますが、目薬はその目に染み込んで目の中で薬の効果が出てくるっていう、そういう目薬がほとんどだから、まず 目に染み込まないといけないですよ。表面だけじゃないってことですね。そう、うん、でね、目に染み込ませるにはどういうことが必要かっていうね、これ基本の基本なんですけど、はい、基本の基本、うん、意外とね、ちょっとこうできてない人もいるんですね。ちょっとそう言っていいですか、はいはい、目閉じてた方がいいんじゃないですか。お、そうですよ。ですよね、うん、いや、何回か目薬の話してますよ先生、うん、覚えてます、覚えてます、はい、うん、そう、皆さん覚えてますか。覚えてますよね、うん、多分目薬入った後なんですけど、目薬とにかく一滴はもう十分すぎるぐらい、あの染み込む量の2倍ぐらいの量は一滴に入ってるんで、そのね、一滴入ればまず量としては十分なんですよ、ね、はい、ただしそれが溢れちゃうと減っちゃうでしょ、うんうんうん、だからね、溢れないようになるべくすることですね、はい、でそのためにはね、目薬した後こうやってる人いるんですよ、こうやって。そうですね、なんかパチパチした方が絶対に行き渡るかなみたいな、うん、まあね、行き渡るかもしれないんですけど、溢れちゃうんですよ、そうするとね、うんうん、それからもう一つ、目頭の方のね、まぶたの付け根のあたり上下に涙点って穴が2つ、片目2つあるわけです。でそこから細い管を通ってその鼻の方へ抜けていって、まあ、目と鼻はつながってるわけですけど、まばたきするとね、まばたきはこうじゃなくてこういうふうに動きますから、ワイパーみたいに、そうだから、入った目薬をね、全部こう鼻の方へ寄せて鼻から流していっちゃうんですよ。いや、すごい、まばたきすごいですね、うん、だからまばたきはしないで目をつぶっていてほしいんですね、うん、だから流さないで染み込ませてねっていう、そう、そう、鼻にも流さない、外にも溢れさせないっていうね、そういうところがとても大事なんですね、はい、でそれからね、目薬した後ですけど、はい、こう前つぶってるんですけどね、ティッシュとか綿でこう押す人がいるんですよね。なんかこれも良くない、ね、垂れてくると嫌だなって思って、うん、こうね、こう目にチュンってやっちゃいますよね。そう、こうギュッて押さないでくださいね。それ、そうすると何がいけないんですか、押さえると。やっぱり出てきちゃう。あ、出てきちゃうんですか。そう、あ、もう押さえたことによって目から出てきちゃう、うん、そうそうそう。それと下手をするとですね、ティッシュとか綿とかその水分吸い取るようなやつって、はい、それで押さえてるだけで一回入った目薬をですね、外を引っ張り出してくるわけですよ。ティッシュのせいでさらに出てきちゃう。そう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 、もうそれはやんない方がいいですね、うん、はい、ね、そういうことがあるんですね。だからその目薬をしたらしばらく目をつぶっていてください、はい、一番いいのはだからね、よくその目薬の仕方っていうのがこう書いてある雑誌なんか見るとですね、この目頭のこの辺、鼻へ抜けてく道のその出口の排水口みたいな場所をこう行かないように押さえててくださいって、まあ、そこまで書いてあるところもあります。なんかこうあれですね、わさび食べた時にあーみたいな、あーみたいな。
ただね、何にでも個人差があるんですけど、泣くとどんどん鼻水が出てくる人っているでしょ、はい、あれは涙がどん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 鼻に行きやすい人なんですよ。でも、はい、泣いてもそんなに鼻に来ない人もいるんですよ。だからこれもね、個人差があるんですけど、鼻に行きやすい人が今やったようなちょっとしたことを ね、ちゃんとやれなかったりするとパチパチしたりね、するなんかしたりするとどんどん鼻行っちゃうから結構効かなかったですよ。そういうねことがありますから、眼圧を下げる目薬に関してはですね、まあ、1日1回とか2回の目薬が多いじゃないですか。そう、1回失敗するとね、やっぱりそれ毎日のことですからね、積み重なっていっちゃうから、一生懸命刺してる割には下がりにくいってことがあるんですよね。なるほど。じゃあ自分で刺したと思ってても、うんうん、気づいたらこうティッシュに吸われてたとかそう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 、いつの間にかなくなってったよっていうことがあるかもしれないってことですね。まあ、元々ね、体質でもう下がりにくい人は山ほどいるんですよ、うんうん、つまりね、 A という目薬、 B という目薬、 C という目薬ね、まあ、3種類とか4種類とかになっちゃう人もいるんですけど、はい、増えていかなければそれでいいんですけど、一番打率の高い目薬ね、つまり多くの人でたくさん眼圧が下がる、うんうん、そういう傾向ね、これ強いとか弱いとかじゃないですよ、そういう性質の目薬から選んで使っていったりすることが多いんですけどね、はい、あるいはこういう病気を持ってる人はこういう目薬避けた方がいいっていうんで避けたりする場合もあるし、まあ、いろんなパターンがあるんです、目薬の組み合わせってね。やってるにもかかわらず、その打率の高い目薬が実は効きがその人にはあんまり良くなくて、うん、2番目3番目に普通出すようなお薬の方が効いたりすることもあるし、うん、まあ、いろいろなんですよ。とにかく、ね、それは人それぞれですよね。そう、とにかくだからね、緑内障、うちでは緑内障治療をデザインするって言ってるんですけどね、うん、そのデザインをする時の、まあ、一つね、デザインしてもうまくいかない時もありますね、うん、それからね、そのデザインするってね、例えばね、ここにこんな紙あるんですよ、ブルー、はい、これうちではブルーシートって呼んでるんですけどね。これ何ですか先生。これある人のね、ブルーシートをコピーしたものですけど、はい、ここにね、日付がずっと書いてあるわけです。あ、これ日付、はい、うん、でね、10いくつスラッシュ10いくつって書いてあるでしょ、何分の何みたいな感じな、ね、うん、これ眼圧なんです。右、必ず右からこう書くようになってますね。へ、うん、眼科ではね、右からって決まってるんですよ。例えば、まあ、最初ね、この人はすごく特殊な緑内障でね、視神経乳頭というところを見るといかにも緑内障みたいに見えるから、危ない危ないと思ってたんです。最初のうちね、うちで OCT っていう機械がまだ実用化される前は、視野検査の機械でね、要するに視野で見るしか緑内障って診断ができなかったんですよ、当時は。結構じゃあ昔ですか。そう、昔の人です、これね、平成の24年か5年の話ですね。もうじゃあ10年近く前ですね、うん、8年とか。それでね、当時は視野検査で異常が出ないと緑内障って言えなかったもんですから、はい、何度も検査しても異常が出ないですね。でもね、心配だ心配だと思ってて、他の病気でその人通ってた人なんで、まあ、ちゃんと通ってくれるからね、定期的に視野検査は時期が来たらやってたんですよね、4回ぐらいね、はい、ある時からね、やっぱり異常が出てきたんですよね。あ、緑内障っぽいなみたいな、ぽいなっていう異常が出てきて、出たり出なかったりしてきて、それが毎回出るようになってきてってとこだったんですよ。どんどんじゃあ緑内障が進行してるだろう。そうそうそう、それでね、間違いなく緑内障だって分かったんです。それで治療したんですけどね、はい、でそれまでにね、20回眼圧測ったんですよ。あ、もう結構測ってますね、20回っていうと。そう、あのね、普通一番多いのはね、初診で、 あなた緑内障ありますね、じゃあ目薬出しておきましょうっつってね、その日に目薬出ちゃうことがほとんどなんですね。あ、もうそんなすぐ出しちゃっていいんですか、うん、それがね、ダメなんですよ。例えばいいですか、この人ね、はい、20回のうちですよ、低い時はね、はい、両目とも眼圧が12ぐらいしかない日もあれば、12、はい、うん、まあ、正常値はね、大体10から21って言われてるんですけど、うん、まあ、12、ね、うん、12って低い方ですね、うんうん、ところが高い日はね、はい、両目とも17っていう日もあったんですよ。お、結構なんか上限いっぱいぐらいまで、ね、上がっちゃいますね。それからね、本当高い日っていうかね、右目が21もあって左が14ってね、なんかだいぶ差がありますね。そう、7も左右で差があったりする日もあったりするわけですよ。へー、そんなに眼圧って違うんですね、うん、だからね、例えば目薬さしたあとは何度も測るからまだいいんですけど、目薬する前にですよ、12の日を基準にするのか、17とか21の日を基準にするのかで、目薬がどれだけ効いてるか全然違ってきちゃうじゃないですか、話が。はいはいはい、だから17の時にじゃあ目薬出すねって言って渡して、うん、次来た時12だったよ、うん、目薬効いた効いたって思っちゃいますよね、うんうん、
でも初めから12だったらね、実は12だった下がってないって話でしょ。ああこれは大変です、ね、そうだからね、うちではね、まあ、最低10回は測ってんですでそれは患者さんにとって大変なんですけど、病気だって分かってんのにどうして目薬くれないんですかって話になるでしょ、うんうんうん、そうね、それをねこういう理由でって説明するのめちゃくちゃ大変なんですよ。だからみんな面倒くさくてそのね説明しないんですけど、普通の眼科の人はやんないかもしれないって ね、うん、でね、たまたまこの人の場合は20回も測ったからすごくね信頼性があると思うんですけど、20回平均取るわけです。そうすると 14.7、はい、プラスマイナスで 2.5 も幅があったんですよ、上下。右目がですよ。で左目は 14.0、はい、プラスマイナス 1.9 ってね、まあ、それぐらいになったんですね。でも大体右も左も14、まあ結果的にはね、結果的にはね 0.7 差がありますけど、それでね目薬開始したわけですよ、はいね、そして一番効く確率の打率の高い目薬したら、はい、11.3 と 11.6 に下がったんですね。すごい。いいですか。その11も1回、うん、1回だけの11じゃなくて、そう10回測ったの。10回測った平均が11。そう、それは確かに下がってそう、ね、でプラスマイナスが 1.6 とか 1.4 とか、その誤差範囲もちゃんと出るわけですよ、はいはいはい、そうするとね患者さんにきっちり説明できるんですよ。ということで、でこれがね、じゃあ元々の眼圧に対して何パーセント下がったのっていうところも計算するんですよ、はい、そうするとね、右が 23.1%、はい、左が 17.1%、まあ、ちょっとやっぱ差が左右でありましたけどね、はい、でこうやってね何年もこうやって測ってたんですね、はい、すごい、もうすごいでしょ、見たら分かるんですけど、ね、すごい書いてあるんですよ、うん、でこの人特別でも何でもないでしょ。こういう風にうちではちゃんとやってるんですけどね。それでね、しばらくしてこれ3年ぐらいしてからですね、あの目薬がねだんだん効かなくなってきたんです。これもよくあることなんです。同じ目薬でも効かなくなっちゃうんですか。そう、この人の場合は2番目の目薬を使い、それでもあんまり下がりが悪くてね、3番目の目薬を使いってやったんですよ、はい、でね結局この方はね最後レーザーをやったりしなきゃならなかったんですけど、まあ真面目に目薬つけてるし問題はなかったんですね、はい、でも中にはねやっぱり目薬をちゃんとつけない人もいるんですよ。でよくよく聞いてみるとね、はい、綿で押さえてませんよねとかって言うと、うんうん、あ、やってますとかね、いやそうですよ先生多分見てる方もえ、私やっちゃってたわって絶対なってますもん、うん、これ、うん、だからね、まあこちらもねちゃんとその説明が足りなかったのか、あるいは聞いてなかったのか分かりませんが、目薬のつけ方でね結構眼圧って変わっちゃうことがあるんですよ。へー、え、じゃあそれだけで結構眼圧下がっちゃうんですね。そう、面白い、うん、でね実際やってみるとね下がってたりすることがあるんです。わかりました、うん、すごいです ね他にはですよ、これいつも眼科の先生たち問題になるんですけど、目薬ねつけてますかって聞くんですけど、つけてますって言うんですけどね、実は結構不真面目につけてたりするんですよ。まあそうですよね、なんか、うん、わざわざ先生のとこ行って、あの、そう、ちょっとサボっちゃいましたとは言いづらいじゃないですか。そうでね、一番困るのは健康診断と同じでね、はい、直前だけ真面目にやるっていう、メタボのお父さんがお腹へこませるみたいな。そうそうそう、3日前からなんか脂っこいもの食べないとかね3日前からも目薬つけ始めるとか、ね、はい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 、そうするとね一応下がってはいるのにやっぱり視野障害が進んでいっちゃうっていう場合もあるんですよね。眼圧だけ見たら下がってるけど、うん、でも悪くなっちゃってるなみたいな、うん、直前だけちゃんとつけて来る時は下がってるからっていう人と、はい、普段もちゃんと下がってるけどそれでも視野が悪くなってっちゃう人もいるんですね。それ見分けつかないですよね先生、困っちゃいますねそれ。そうだからね結局はね視野も大事、眼圧も大事で、そのバランス見てね、このまんまの眼圧でいいんだろうかっていうことを総合的に判断して、うんうんうん、少なくとも眼圧は何パーセント下がってるんです、はい、しなかった時に比べてね、うんうん、だからどうこうで視野はこうですね、でだからやっぱ目薬増やしましょうとか、目薬だけじゃもう無理だからレーザーやってみませんかとかね、うんうん、なってくるんですよ、はい、でダメな人はね本当にねもうレーザーしかないですよって言った途端にですね、いやいやちょっと待ってくださいレーザーレーザー嫌だから、そうレーザー別にね怖くないでしょ、これ全然痛くもないしね、ただなんかね突然そんなこと言われて自分が真面目にやっていなかったことが後ろめたくなってきてですね、まあ、確かに後ろめたい気持ちあったら、うん、そうなりますよね。待ってください、待って、いやそれでねちょっと目薬ちゃんとつけますからやちゃんとつけたそうそう、それでいやしばらくまた眼圧測り始めたんですけど、はい、そしたらやっぱ下がったんです。ああよかった、それはそれでよかったですそうよかったですよ。ちょっとそういうこともあるのでね、目薬ってやっぱちゃんとつけないとダメだっていうことがあるんですね。あ、なるほど、うん、それからねもう一つ目薬のつけ方で何種類もある場合、はい、一応ね基本的にはね2つ守ってほしいことがあって、2つ、1つまず1種類つけたらねそれがさ完全に染み込むまで、まあ、一応5分ぐらいって言われてるんですけど、5分、
ちょっとやっぱ染み込むのを待ってほしいですね。そうしないとね、はい、染み込んでない状態で目薬がそこに残ってて次の目薬入れると薄まっちゃうわけですよ、はい、あ薄まって外で出ちゃうわけね。さっき言ってた一滴でもちょっと出るのに、うん、2滴入ってたらもうそれ出ちゃうよっていうことですね。そう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 、だからちゃんと染み込むまでね間を空けてくださいっていうことと、うん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 、それからねちょっとその染み込みにくい目薬っていうのがあってね、はいはい、うん、例えばですね元々の目薬でドロッとした感じの目薬があったりとかね、はい、作用時間を長引かせるためにつまり1日2回しなきゃならない目薬を1回で済むようにちょっと溶かしてある液体に工夫をしてね、でそうするとちょっとやっぱドロッとしちゃうんですよね。あ、うん、目薬によってじゃあそれは全然違うんですね。そうなんですよ。そうするとねドロッとした目薬っていうのはやっぱりね染み込むのに時間かかるわけです。さらっとした水となんかこう片栗粉で溶いたねそういうものとちょっと違うでしょ、うん、そういうのと同じように、さらっとしてないやつは少し染み込むまでに時間かかるんですね、うん、具体的に名前言うとねトルソプトとかそういうやつはそうなんですけどちょっとドロッとしてるでしょ。だからそういうやつっていうのは目薬をつける順番としては2種類つけるとか3種類つけるんであれば、はい、それを一番最後にしてほしいってことです。うん、さらっとすぐ染み込むやつを先にやって先にしてドロッとするやつを後にして、うん、方がそれはいいですよねってことですね。そういうことです。はいはいはい、はい、うん、だからまあそういうね刺し方の問題ですね。パチパチしない目をつぶっててくださいっていうことと、まあできればここを押さえるといいですよって話と、まあ綿とかティッシュみたいなのもここで押さえたりこう拭いたりしちゃうとねそっち吸い取られちゃうとかね、それから目薬の順番とか、まあちょっといくつかのことがあってねそれだけでがん下がる人やっぱりいるんですね。はあ、うん、いやでもそうですよ、意外と、うん、知らず知らず拭いちゃってたりパチパチしちゃってたり、うん、なんか何かしらね心当たりありますよねやっぱり、うん、ちゃんと自分で勉強してね一生懸命やって、うん、僕は言わなくてもちゃんとやってくれる人もいるしね、まあいろいろなんですけど、うん、とにかくこの眼圧は基本なので緑内障の治療の場合ね、はい、労力はやっぱかかるので労力に見合った効果が出るように正しい差し方をしてくださいっていうことですね、うんうん、いやでもこれは誰でもできますよね、うん、先生でしょ。そう、この動画見てる人なおさらできますよ、うん、もう今日いくつかポイント言ったんでね、ああ、あのまたよく見返して復習してみてください。はい、大丈夫です、ついてきてますか？いや、分かりやすかったです、今日眼圧下がってますか？いや、ほんと、いや、やっと意味が分かりました、分かった、先生、うん、もう急に言い出すから何かと思ったもん、はい、うん、しっかり下げましょうね。はい、はい、どうですか今日の動画役に立ったでしょうか。はい、役に立ったと思ったらいいねマークを押してチャンネル登録をお願いします。はい、お願いします、はい、それからベルマークを押していただくと動画がアップされるとお知らせがいきます。はい、はい、あのチャンネル登録を押すとベルマーク出てきますのでそちら確認してください。はい、それじゃあまたね。